それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ジャンタルマンタル前に行きそうです。先手を取ったのはジャンタルマンタル、その隣にパワーホール、その横にベラジオボンド、並んで11番デリッシュ、ジャスピンミラノ、そのうちに続いています。その後ろからはショーマンフリート、内からはエコロバルツ、黒の帽子エイムヤラブフェイス、その後ろすぐ後ろにポスターボンド、並んで6番リマイザキッド、最後方にミスター GT。 各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はパワーホール、2番手はベラジオボンド、ジャスピンミラノ、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。パワーホール先頭、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。ここで先頭変わりました。先頭はジャンタルマンタル、200を切った。ジャンタルマンタル伸びてきた。2番手はエコロバルツ、この足色はどうか。ジャンタルマンタル先頭だ。ジャンタルマンタル1着、2着はエコロバルツ、3着にジャスティン・ミラノ、勝ったのはジャンタルマンタル、このレースを制したのはジャンタルマンタル。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。パワーホール前に行きそうです。パワーホール先手を取りました。オレンジの帽子ベラジオボンド、その後ろジャスティン・ミラノ、そのうちに続いています。その外からデリッシュ、内からはジャンタルマンタル、並んで5番ショーマンフリート、内からはエコロバルツ、その後ろからはエイムヤラブフェイス、その隣にポスターボンド、すぐ隣にリマイザキッド、最後方にミスター GT。 各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。7番パワーホール、依然として先頭、大ケーキを通過していきます。前はパワーホール、ベラジオボンド、ほとんど差がありません。エコロバルツ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はパワーホール、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってベラジオボンド、内にエコロバルツ、ここで先頭はエコロバルツ、さあベラジオボンド一気に来た。残り 200m、 先頭はエコロバルツ、2番手はミスター GT、 エコロバルツ先頭、エコロバルツ1着、2着にはどうやらジャンタルマンタル、エコロバルツ、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。デリッシュ前に行きそうです。デリッシュ先手を取りました。ショーマンフリート、そのうちに続いています。その隣にジャスピンミラノ、その外にパワーホール、並んで9番ベラジオボンド、これに続くのがジャンタルマンタル、すぐ後ろにエイムヤラブフェイス、白の帽子エコロバルツ、その後ろその外からポスターボンド、その後ろからはリマイザキッド、しんがりからミスター GT。 各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。11番デリッシュ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、大ケーキを通過していきます。前はデリッシュ、2番手はベラジオボンド、間を挟んでパワーホール、3番手後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。デリッシュ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。ジャンタルマンタル先頭、内からエコロバルツ、さあ先頭はエコロバルツ、あと 200m、 ここで先頭変わってジャンタルマンタル、エコロバルツ抜けた。ジャンタルマンタル、ジャンタルマンタル、ジャンタルマンタル1着、2着にはどうやらエコロバルツ、3着にミスター GT、 ジャンタルマンタル、見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはパワーホール、ジャンタルマンタル、この馬も好スタートを切りました。4番ジャンタルマンタル行きました。先手を取ったのはジャンタルマンタル、その後ろからはパワーホール、ベラジオボンド、それに続きますデリッシュ、すぐ後ろ内からはジャスピンミラノ、並んで5番ショーマンフリート、エコロバルツ、そのうちに続いています。さらにはエイムヤラブフェイス、その後ろにミスター GT、その隣にリマイザキッド、しんがりからポスターボンド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。4番ジャンタルマンタル、
依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、各馬大欅を通過。先頭は依然としてジャンタルマンタル、2番手はフォアホール、間を挟んでショーマンフリート、3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャンタルマンタル先頭、1馬身から2馬身引き離す。フォアホール懸命に追いすがります。外からショーマンフリート、ミスター GT 足を伸ばす。先頭を捉えるか。残り 200m、 ミスター GT 抜けた。2番手はジャスティン・ミラノ、ミスター GT、 ミスター GT 1着、2着にはどうやらジャスティン・ミラノ、3着にショーマンフリート、ミスター GT、 見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはベラジオボンド、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがベラジオボンド、先手を取ったのはベラジオボンド、フォアホールそのうちに続いています。これに続いてデリッシュ、内からはエコロバルツ、その隣にジャスティン・ミラノ、並んで2番エイムヤラブフェイス、その外からジャンタルマンタル、ショーマンフリート、その前に進出、少し間が空いてミスター GT、 オレンジの帽子ポスターボンド、その後ろ最後方にリマイザキッド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ。9番ベラジオボンド、依然として先頭、ここにフォアホール、大欅を通過していきます。さあ先頭はまだ9番ベラジオボンド、フォアホールほとんど差がありません。間を挟んでショーマンフリート、3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ベラジオボンド先頭、内からフォアホール、外からジャンタルマンタル、ベラジオボンド先頭、外から勢いよくジャンタルマンタル先頭、残り 200m を通過してジャンタルマンタル先頭、2番手はミスター GT、 ジャンタルマンタル、ジャンタルマンタル1着、2着はミスター GT、 3着にエコロバルツ、ジャンタルマンタル見事このレースを制しました。しました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ベラジオボンド前に行きそうです。先手を取ったのはベラジオボンド、内からはジャンタルマンタル、緑の帽子フォアホール、その後ろここにつけたのがデリッシュ、ジャスティン・ミラノ、そのうちに続いています。その隣にショーマンフリート、内からはエコロバルツ、並んで2番エイムヤラブフェイス、この位置にリマイザキッド、ポスターボンド、この馬もこのグループ、最後方にミスター GT、 各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大欅を通過していきます。さあ先頭はデリッシュ、フォアホールほとんど差がありません。ジャンタルマンタル3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。デリッシュ先頭、内からぐんぐんとエコロバルツ、さあ先頭はエコロバルツ、しかしその差はわずか、粘り込めるか。200を切った。先頭は依然としてエコロバルツ、エコロバルツ粘る、エコロバルツ粘る、エコロバルツ、エコロバルツ1着、2着にはどうやらジャスティン・ミラノ、3着にミスター GT、 勝ったのはエコロバルツ、このレースを制したのはエコロバルツ。スタートしました。フォアホール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてフォアホール行きました。先手を取ったのはフォアホール、その後ろからはジャンタルマンタル、その隣にジャスティン・ミラノ、内からはエコロバルツ、その外にデリッシュ、並んで9番ベラジオボンド、黄色の帽子ショーマンフリート、その後ろエイムヤラブフェイス、そのうちに続いています。これに続くのがミスター GT、 並んで8番ポスターボンド、しんがりからリマイザキッド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。これはややスローペースです。後方勢には厳しいところ。7番フォアホール、依然として先頭、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ7番フォアホール、2番手はエコロバルツ、デリッシュ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。フォアホール先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ショーマンフリート、足色は十分、前に迫れるか。あと 200m、 ミスター GT 先頭だ、しかし残りわずか、ミスター GT 先頭、ミスター GT 粘る、ミスター GT 1着、2着にはどうやらジャンタルマンタル、ミスター GT 見事このレースを制しました。